コーチェラ2024で日本人グループナンバーアンダーラインアイが歴史的パフォーマンスその感動の瞬間ナンバーアンダーラインアイがコーチェラ2024で全米1位を獲得した瞬間2024年4月15日カリフォルニア州で開催された世界最大級の音楽フェスティバルコーチェラのステージに3人の日本人青年が立ちました彼らは We are No.1 アンダーラインアイと叫び 挑発的なラップスタイルから激しいダンスナンバーへと移行しましたその圧巻のパフォーマンスに会場は大いに沸き観客たちは歴史的瞬間を目撃したと感じました彼らの姿を見てあの人はどのように感じただろうかと多くの人が思ったことでしょうそのコーチェラはアメリカカリフォルニア州南部に広がる大平原で行われますがその同じ州の西海岸 ロサンゼルスで93年前に産声を上げたのが、ジョン・ヒロシ・キタガワ、すなわちジャニー・キタガワです。ジャニー・キタガワは日本の芸能界を変革した伝説の人物であり、その名前を知らない人はいませんが、彼の姿を見たことがある人はほとんどいません。彼は一度もテレビ画面に出ることなく、その影響力を持ち続けました。しかし、生涯ただ一度だけラジオ番組に出演している、 2015年1月放送の蜷川幸雄のクロスオーバートーク NHK ラジオジャニー北川は旧知の蜷川幸男を相手に気さくに語り冒頭で一つの曲をリクエストしましたナレーターがその曲を紹介しましたここでジャニーさんの思い出の曲をお届けしましょう世界各国に多くのファンを擁するスターを抱えるジャニーズ事務所ですが 50年前にも全米1位を獲得したかもしれない一曲があったそうです。1964年にレコードデビューしたジャニーズ事務所の初代アイドルジャニーズは2年後の1966年に本格的なダンスレッスンをするためにアメリカに取ります。その時、ジャニーさんの友人であるドン・アドリシとディック・アドリシ兄弟からジャニーズが歌ってはどうかと彼らが作った曲を渡されました。その曲を聴いた瞬間、ジャニーさんは 絶対、売れる、と確信したそうですが、結局、話が頓挫し、翌年、別のグループが発表しました。それが、アソシエーションが歌った、ネバーマイラブです。全米一位を獲得した曲です。ジャニー北川はそのことについて語りました。本当はこれ、ジャニーズの曲なんだよ。ジャニーズが全米一位になっていたかもしれない曲と。もしそうだったらどうなっていただろうか。 歴史の大いなるイフですネバー・マイ・ラブはその後、フォー・リーブス、1972年、葵・テルヒコ、1977年、少年隊、1996年、ラによってカバーされています。ジャニー北川にとって、生涯の漆黒となった曲なのです。特に2013年、ABCZ によってカバーされたそれは、格別のものでしょう。 初代ジャニーズの誕生50年を記念した舞台、ジャニーズ伝説で ABCZ がジャニーズに奮して歌った曲なのです。当時のジャニー北川は82歳。死の5年前にして、彼は半世紀も昔の青春の夢に回帰しようとしていました。ジャニー北川の87年の生涯とは何だったのでしょうか彼は一体、どこへ行こうとしていたのでしょうか 音楽家家で批評家の大谷雄はこんな発言をしています。それはジャニーさんが外国人だから。つまりそもそも日本に寝つく気がない。おそらくいまだに彼は日本のことを外国、もっと言うとアメリカの植民地だと思っている。ジャパンは彼にとってファンタジックなおとぎの国であって、いずれは夢から覚めてアメリカに帰らなくてはならない、と思っているんじゃないだろうか、笑い。 ジャニー北川はアメリカに帰らなくてはならない。これは暗示的な言葉です。結果的に、そうはなりませんでした。2019年7月、87歳で死去。東京ドームで盛大なお別れ会が開かれ、さながら国民的に追悼されました。ついに古国アメリカへと帰還することなく、遠い日本の地で永遠の眠りについたのです。その後、一体何が起こったのでしょうか かつての偉大なるレジェンドは人類史上最悪の聖火会社と師団され、その影響でジャニーズ事務所は消滅するに至りました。ジャニー北川がその生涯の最後にデビューさせたグループ、それが、キングプリンスです。2015年春に6人組で結成され、2018年春にシンデレラガールでデビューしました。しかし、メンバーの一人、岩橋元気は長期休養の末に脱退。 ジャニー北川の死後、元ユータ、平野ノ神宮寺ユータの3人もグループを離れました。なぜでしょうか。彼らが海外で活躍したいという夢を持っていたが、事務所サイドによって阻まれたからだと言われています。平野翔は退所直前に、最後の公式ブログでこう記しました。ジャニーさんごめんね。目標届かなかった。ただできないと言われたら仕方がない。 もし天国で会ったら怒ら怒れるんだろうなあしょうしかしキングプリンスを脱退してジャニーズ事務所を離れた3人は後に合流して他の事務所からデビューを果たしましたそれがナンンンバーアンダーーアアダラインアイですデビュー曲ゴートの MV は公開3日で1000万回再生世界1位を獲得 iTunes のヒップホップチャートでも全米トップに輝きました 1960年代半ば、初代ジャニーズが歌って全米一位になったかもしれない曲、Never My Love。その放題は、叶わぬ恋と訳されています。ジャニー北川にとって、叶わぬ恋の相手とは、そう、アメリカなのです。しかし、それから半世紀余りを経て、ジャニーの遺伝子を継ぐかつてのキングプリンス、後の,のナンバーアンダーラインアイの三人の若者たちが、 ついに叶わぬ恋をえたのです。そう、ジャニー喜多川の故国アメリカ、生誕の地カリフォルニア州の輝くステージに立って、誰がそれを実現させたのでしょうか。それは、5年前の葬儀の日、霊柩車のフロント助手席に座り、ジャニー喜多川の家をしっかりと胸に抱いていた滝沢秀明です。ジャニー喜多川の右腕として彼の夢を受け継ぎ、ジャニーズ事務所の改革を推進した人物です。 彼の存在がなければ、ナンバーアンダーラインアイの3人がアメリカの舞台で輝くことはなかったでしょう。滝沢秀明は、ジャニー北川の意志を継ぎ、彼の夢を実現させるために全力を尽くしました。彼のリーダーシップとビジョンが、ナンバーアンダーラインアイの成功を導きました。ジャニー北川が夢見たアメリカンドリームは、滝沢秀明の努力と情熱によって現実のものとなったのです。 彼らの成功は、ジャニー北川の夢を超え、新しい時代の幕開けを告げるものでした。彼らのパフォーマンスは、単なるエンターテインメントを超え、観客の心に深く刻まれるものでした。彼らの成功は、ジャニー北川の意志を継ぐものとして、多くの人々に希望と感動を与えました。これからも彼らの挑戦は続くでしょう。ジャニー北川の夢を超え、 新しい時代を切り開く彼らの姿はこれからも多くの人々にインスピレーションを与え続けることでしょうそして彼らの成功がどのように続いていくのかその未来を見守りたいと思います